去年砂浜に落ちていた何かの種、調べてみるとシャロンのバラでした。今回はクッキングペーパーを使ってみることに。さつまいもじゃなくて無事の種。プラスチックが劣化して汚く見える。今年もホーリーバジル育てます。今年も何かしらのイベントで販売します。よろしくお願いいたします。